はい、皆さんこんにちは。総合学会の皆さんこんにちは。今日は総合学会秘史という本があるんですけれども、これは高橋敦史さんというジャーナリストがですね、書かれた本なんですが、お持ちの方はですね、プロローグの9ページから、13ページぐらいかなのところに書いてあるんですが、それを元としてですね、いかに創価学会という組織がですね、皆様方創価学会が思っているような平和の団体とかですね、素晴らしい美しい組織であるとかというものが、虚像でありですね、作られた虚像を今の学会員さんたちは信じているということですね。これは過去のいろいろな文献をですね、創価学会が秘密にしている文献を探し当ててですね、約1000ページの、秘密にしておる文章を入手してですね、客観的に書いておられますんでね、そこら辺が非常に面白い、本だと思います。それではまず創価学会のね、これは、創立記念日ですね、そこら辺からちょっと皆さんと一緒に勉強していきたいと思いますね。1930年の11月18日、その日を発行日としてですね、牧口会長の創価教育学体系、聞いたことあると思いますね。この第1巻が、満を持して世に問うた日ということですね。ですから11月18日を創立記念日としているんですけれども、当時牧口や戸田が自習学館で日蓮召集の題目を唱えてきたことは確かだが、創価教育学会はまだ紙の上だけの存在にしか過ぎず、組織らしい組織も持たずですね、本部も定めていないような、状態だった。それでも今日創価学会は創価教育 学体系第一巻を唯一の拠り所にしてですね、ここを発祥の地としている。そしてその発行日は創立記念日と定められていると。まあ確かにそうなんですけどね。もっともそれらがプロパガンダとして明確に打ち出されたのは1970年代以降であり、それまでは半ば忘れされてられていたような大昔の、一コマに過ぎなかったと。戦後人手に渡ったこの地を創価学会が事実上買い戻したのはですね、かなり時代が下がった、1989年のことで、1989年ですよ、現在目にする3階建ての礼拝所兼共同住宅を建てですね、前日のプレートを挙げたのはさらに3年後だった。発祥の地にしては随分と長い間放っておかれていたのが実際のところがところであった。教団にしてみれば買い戻したことで面目を保ったということなのであろうが、うち裏ぶれたですね、雰囲気しか伝わってこない。その空間は真実の歴史を闇の彼方へと封印している不誠実な行いどこか重なって見える。全く感心できないことだが、創価学会は過去の歴史を正しく伝えていないと、ここではっきりねおっしゃってますね。それは対外的な宣伝だけでなく、組織内の学会員各層に向けたものでも同じであると。とりわけ1950年代までの歴史に関してはですね、むしろ隠しがっているようにすら見えると。ここからなぜかということを書いてるんですね。例えばそうした事実を示せば分かりやすいのではないかと。創価学会の歴史を知る最も有力な手がかりはその当時の機関誌を調べることである。創価学会の主な機関誌類としては、古いものから順にですね、新教、これは後に教育改造と、改題します。価値創造の戦前版ですね。それと大前生活実証録、価値創造の戦後版、そして大白蓮華、そして現在誰もが知っているところの政教新聞の、6つに、挙げられると。これでですね、
発表していいものなどはですね、この本では牧口常三郎全集や戸田常成全集といった過去の文献を集めたものはあるんですけどね、これは初代二代会長の言葉なんですが、これだけでは総学会の真実史が見えてこないというわけですね。それはその時の、学会の大幹部側近執行部の連中の話などは全然こういう牧口常三郎全集や戸田常成全集に載っていないということであります。そこでですね、過去のデータをですね探し当てたんですよ、この人は。しかし当時の活動実態をありのまま伝えているであろう幹部や一般会員などによる記事を読もうとしても、創価学会はそれらの機関誌そのものは公開していないと。なんか都合が悪いんだよね。その大半は東京信濃町にある政教新聞社の資料室にひっそりと保管されているようだが、外部に対しては存在自体が、知らされておらず、当然に、門とは開かれていない。では東京八王子にある創価大学や創価女子短期大学はどうか。信じがたいことに1951年4月創刊の政教新聞のうちですね、付属図書館が所蔵を公開しているのは1980年1月以降の分だけである。もう一回言いますよ、政教新聞で公開されているのはね、創価大学などで、1951年4月創刊の政教新聞のうちですね、この付属図書館が所蔵を公開しているものは1980年1月以降の分だけである。つまり丸々30年分が所蔵すらされていないのであると。さらに首をひねりたくなるのは1949年7月創刊の大白蓮華である。創刊号からほとんど所蔵しているものの、公開しているのはですね、これ創価大学にあるんですよ、公開しているものはね1971年1月以降の分だけなのだと。つまり創価大学の学生教職員でもそれ以前のものですね、まるまる20年分は原則見ることが、できないのであると。あとね、この人国会図書館ね、もう調べたんですけども、一部しかね、やはり手に入らないんで、全部最初から最後まで、政教新聞、大白蓮華、価値創造、新教その他ですね、は、国立国会図書館でも見つからないと。ただしですね、面白いことに、この本ではですね、政教新聞、創刊号からずっとね、大白蓮華も含めてですね、ほとんどが所蔵公開されているのはですね、立正厚生会の付属図書館だったと、これを発見されたんですよね。面白いと思いませんか。池田大作が日蓮召集に入信し学会員となったのは1947年8月である。若き池田が身を投じた戦後間もない創価学会の実態や、その原型となった戦前の創価教育学会の真実はもやもやとした妖艶のようなもので、このままでは特定の意図を持った者の手にかかればですね、いかようにも都合よくねじ曲げられてしまう恐れがあるというより、すでにそうなっていると。もう一回言いますよ、特定の意図を持った者の手にかかればですね、いかようにも都合よくねじ曲げられてしまう恐れがあるというより、すでにそうなっておると。そんなことはない、そんなことはないとね、おそらく学会員さん言いますけどね、これは作り変えられた、創価学会の胸像を信じておるということですね。これはちゃんと文書からね、この方が証明されておりますよね。今日軍部政府と対決し弾圧された反戦平和の団体などと一般に流されている創価学会なり創価教育学会なりのイメージとはかなり様相を、意味する実情であると。要するに実名告白
通創価学会の除名された3人も、あるいは宿坊の掲示板などで、下にね URL を貼り付けておきますよ。我々は今の執行部はおかしいと、ね、池田先生はどうのこうのと言ってますけど、それ皆さん作り変えられた教祖を信じておるということですね。牧口や戸田はある時期まで思想を弾圧する側と手を握っていたと。ねえ、平和団体どころじゃなかったんですよ。反戦どころじゃなかったんですよ。特攻隊とね、この本を読みますと、手を握ってですね、左翼思想のあるような、まあ、赤にかぶれたような人間をですね、特攻隊に密告しておって、戦争に協力しておったということがですね、この、公開してない文書からわかるということですね。もう一回言いますよ。牧口、戸田はある時期まで、思想を弾圧する側と手を握っていたし、その戦争観は、戦いの勝利に次ぐ勝利に湧いていた平均的日本人のそれと全く変わるところがなくですね、とてもではないが、創価教育学会が反戦平和の旗を上げる、吉日した存在であったとは言えない。そして現世利益を至上とする、実業家中心の教団は戦争の不条理に翻弄されたかつての仲間を、足げにしてですね、やがて教団自体が集金マシン化し、これは現在そうですよね、そののろしとしての復讐劇は任教団体も顔負けのへりくつと軍隊式組織論に基づいて強行されたと、よろしいでしょうか。今の創価学会花田執行部は間違ってる、池田先生ことこそ正しいなって言ってるんですよね。その隠された歴史を紐解いてみると全部、作り直されて書き直された創価学会の教祖を信じておるということですね。今日はね、一部としてここまでにしておきますけれども、今度はですね、最後の方にね、この本の、高橋敦さん の結論的なものがね、書いておりますので、第2部として、また一緒にシェアしておこうと思います。コンサルタンティング会社にね、お金を払ってどうやったら創価学会をうまくね、虚像をつき作り上げることができるかということをね、相談してたっていうことがね、書かれているんですよ。それではまあ今日はこのぐらいにして、終わりたいと思います。なお創価学会おかしいなと思う方はですね、私大阪でございますんで、大阪にお住まいの方はぜひお電話ください。なお非通知には一切応じません。電話番号は下に、書いておきますのでね、遠慮なく気楽にお電話ください。大阪市住吉区在住でございます。黒川は実名です。それではまたお会いいたしましょう。以上です。